自分が考えたお題に即興で5つ答えを出してもらった後に、自分が考えた答えを5つ発表して、大喜利の深みを知ろうじゃないか。母の日に送られても困るの。ほうほうほう。母の日に送ってこられても困るの。一回買った豆苗。ああ、これ困るね。母の日に送ってこられても困るもの。いつかぴったりハマるかもしれない銀歯。ハマんねえんだよ。ハマるかもしれない。憶測で送ってくんじゃねえよ、この野郎。母の日に送ってこられても困るもの。生ハムの原木を置く台。母の日に送ってこられても困るもの。使ったらどうなるかは怖いんですけど、充電器でこの刺すのがこう2つになってる。確かに。だから充電のやつでこう2個で何個か連続なんか、こういうやつの4個使っちゃう、ね、ここに刺す。パワー強いのかと思いますしね。なんか壊れそう。母の日に送ってこられても困るもの。息子が送ってきてくれたんですけど、似顔絵を、息子が自分の似顔絵を描いてなんか送ってきた。母の日に送ってこられても困るもの。母の日に限らないですけど、さすまた。母の日に送ってこられても困るもの。マザーモーターズの刺繍入りスカジャン。オリジナルのスカジャンを作って。母の日に送ってこられても困るもの。各種第2ボタン。母の日に送ってこられても困るもの。ジェルですね。怖いなぁ、うん、母の日に送ってこられても困るもの。マザーカップです。マザーカップ。何でもありだけど、やっぱ絶妙にやっぱその母、お母さんに送るっていう縛りがなんかちょうどいいというか、母の日で言うとね、豆苗とか銀歯とか良かったね。あと不思議なのがその微妙に形がリンクするってなんかたまにあるんですよ、こういう不思議ってなんか、うん、この形の面白さが多分何度浮かぶのか分かんないですけど、